キラッチョチキラッチョフー、ハキラッチョチキラッチョフー。ということでパンチパンダさんの質問コーナー、早速始めていきましょう。てかお前誰だよ。パンチパンダっていう名前で YouTube に動画投稿しているもので、髪型変えようとは思わないんですか？なんかここら辺臭くないっていう話するときあるじゃん。そういうとき、あれ俺かなみたいな、そんくらいのなんかざわつき。変ですか？受験で難しいのは英語？数学？人によるっていう答えがこれほどまでに合致する質問は今までなかった。バイトしてますか？してたらどんなバイトをしてますか？パンチパンダさんは飲食店系と、あとはなんか YouTube 始めてから映像系のアルバイトしたいなって思って、まあ、ちょくちょく映像系のバイトも入れてるんで、ちょっと二つ掛け持ちって感じです。はい。不倫した俺の親父に一言は、おいバカ野郎、てめえもう家族いて子供もいるんだろ、お前は本当にもうお前のチンコなんてもうこれから一生使わなくてもいいんだよ。強制しろ強制バカ。僕の部活の顧問は作業が言えずマスをマフと言ったり、バスケをバフケと言ったりなどの作業になり、この人が真面目に話している時もチームのみんなは笑いをこらえるのに必死です。僕らは一体どうしたらいいのでしょうか。いやまあね、こういう滑舌の人いるじゃん本当に。でパンチパンダさんの同級生の子もまあそういう子いたんだよ。で最初はねなんかまあ笑っちゃってたの、なんかちょっとその子を受け入れられてなくて、まだただだんだんね接していくうちに、あなんか普通の子だなと、最初から普通の子なんだけれども、この子ってなんか結構いいやつじゃんって思って、そっからなんかパンチパンダさんの中での心の壁っていうのがなくなって、その子を受け入れてからはなんかマフとか言ってても全然面白くないというか、まああそうだなみたいな普通の会話してるって感じだったんで、でも本当に話してる時フッて笑っちゃうのは本当に良くない。ただパンチパンダさん尊敬する先生も今まで確かにいたんだけれども、基本的にほとんどの先生バカにしてた。一番好きな時間は何分ですか？真面目に答えると17時17分。いやなんかリアルな話、今何時何分だって思ってパーって時計見た時に17時17分がめちゃくちゃ多いんですよ。動画の構成がしっかりしていますけど台本とか書いてるんですか？ケースバイケース。使ってるカメラ編集ソフトは何ですか？こんな感じです。でも最初はね、あの編集ソフトは無料の編集ソフトを使った方がいいのと、カメラはこのカメラを買ってよかったなと本当に思ってます。ただね思う、童貞ですよね、童貞ですね。いやこれはね本当にパンチパンダが変わったんじゃなくてみんなが変わったんだよ。中学校の修学旅行の夜話し合っただろ、あーセックスしてとかおっぱいも見てとか、それが今ではなんだ。えパンチパンダまだ童貞なの？職業は何ですか？一応今のところ大学生です。年齢はいくつですか？パンチパンダさんが2歳半でピカ様が3歳です。うん、なんか年齢さパーって言っちゃうとなんかちょっとリアルじゃんね。年齢ってリアルじゃん。まあ多分1年後ぐらいに多分言うと思います。ポケモン好きなんですか？あのね YouTube を始める前はすっごいポケモン大好きで、まあ今も好きなんだけれども、多分ね昔ほど詳しくはなくなりました。まあいつかポケモンのゲーム実況とかやれたらいいなって思ってます。なんでパンチパンダっていう名前なんですか？まあパンチパンダさん昔からお笑い芸人さんが好きで、で芸人さんの中では結構有名な話なんですけれども、ダウンタウンさんとかうっちゃんなんちゃんさんとかナインティナインさんとかが2つ入ってる芸人は売れるっていうような話があるんですよ。でまあそれを元に考えたのがパンチパンダ。これは後付けなんですけれども、攻撃的でなおかつそれでもまあみんなから愛されるような存在になれればなって思ってます。タコですか？まあ、正直に言うと実はタコではないんですね。なんでカテゴリーが自動車と乗り物なんですか？パンチパンダの動画って自動車と乗り物かよとか、そういうなんかちょっと小ボケ滑っちゃったかな。どこ住みですか？マサラタ。好きな血液型は何ですか？パンチパンダさんねよく山形っぽいって言われるんだけれども、実は新潟。滑っちゃったかな。好きな男性のタイプは何ですか？強いて言うなら自分を持ってる人。好きな子はいる？まあ必然的にピカ様になっちゃうのかな。チンチン見せてー。チンチン電車。満足かこれでバカ。パンツパンダさんですか？いや違います、パンチパンダです。何色のパンツ履いてるんですか？くれないだー。マジですチャンネル登録者数はどれくらいが目標ですか？パンチパンダがいける限界まで頑張りたいなって思ってます。好きなアーティストを5つ。まあ、パンチパンダさんは小学生の頃からバンプオブチキンがすっごい大好きで、まあ、お姉ちゃんの影響もあって大好きになったんですけれども、まあ、ただ結構ロック系とかも聞くし J-POP とかも聞きます。でまあ普通にこういうアーティストが好きです。そういえばロゴ変わったね。ポン。僕への愛を叫んでください。ウィビョビョブナカタタタカタタタタタシマヤブジョキ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 ョピー。ダメだお前、さっきなんかチンチン見せてとかふざけた質問したから。何人兄弟の末っ子ですか？いやこの質問はさ、なんか俺が末っ子って決まってるじゃん。2人兄弟の末っ子だけど。初体験の感想は。
ねえよバカ。なんかささっきから俺視聴者さんのことバカとか言ってるけどさ、ごめんね、本当口悪いだけだから。本当に大好きだよみんな。好きな教科教えて。保健体育の実技でお願いします。こういうこと言うからダメなんだ。座右の銘教えて。交通安全。パンチパンダが初めて宇宙に行った時何と言った。わあ。息できねえ。マスをてめえこの野郎。パンチパンダが初めてで行った時何と言った。ほんといい加減にしろ。鼻の穴にティッシュ何枚入ります。2枚で限界かもしれない。あ、2枚で限界だ。マスをてめえこの野郎。処女はいつ卒業したんですか。お前お前いやもう俺知らないよ。俺本当にこの動画削除されても。それはダメだ、俺がまずい。卓郎を考えているものですが、模試とかはどうやって受けました。まあインターネットのサイト、各サイトで、まあ可愛い塾とか、あとは東進とか、そういう各サイトでまあ受付をして、でそこから返信が来て、それに沿って申し込みをしていました。大学は私立ですか、国公立ですか。理系の私立なんでめちゃくちゃ親に迷惑かけてます。申し訳ございません。金銭的な面でも親に恩返ししていきたいなって思ってます。はい。お酒飲む。あんまり飲まないけれども時々飲みます。だからまああんまり時々系かな。うん。身長は174とか5とか6とかそこら辺をねうろちょろしてます。いやなんか女の子とかって理想の彼氏がさ175以上とか言うじゃん。パンチパンダさん174の時もあるんですよ。どうしたらいいんですか。陰ながら見てまふ。ありがとうございます。もしかしてゆかぽんさんの顧問って坂本さんですか。卓郎はいつ決めました。まあ試験中にもうねなんとなく薄々ね、あ俺これ無理かもしれない、俺バカだからもう無理だって思って、うん、試験中には、まあ、ある程度の覚悟はできてました。将来何したいですか。で、まあ、正直な話をすると20代のうちにちょっと YouTube で、まあ、成功できたらなと思ってます。そしてまあなんかねどっか田舎でね一人暮らしして、で犬を飼いたいなって本気で思ってます。はい、独身街道まっしぐら。はい、ということで一応一通り全ての質問には答えたと思うんですけれども、もしかしたら見落としてる質問もあるかもしれないんですけど、多分大丈夫だと思います。どっちなんだ、多分大丈夫。はい、ということでね、たくさんの質問本当にありがとうございます。こんなにたくさん質問が来るなんて思ってもいなくて本当にもう大変でした。今ね撮影だけでも1時間ぐらい経過してるんですけれども、まあこんなにね大変になったのは本当にもう非常に嬉しいことだなって思います。パンチパンダさんの一番最初の動画、初動画っていう動画があるんですけれども、その動画でまあちょっとね小ボケというか、今から質問コーナーをしたいと思います、あ初めての動画だから質問来てねえやみたいな、そういうねちょっとした小ボケっていうのがあるんですけれども、あの当時では考えられないようなコメントがたくさん来て、本当にね、うん、今までまあそこそこ頑張って良かったなと思います。はい、まあ、これからもパンチパンダさんは一本一本今日作る動画で絶対売れてやるっていう、そういう強い気持ちをもとに、まあ、これからも動画作っていきたいなと思います。そして、ね、質問してくれた人が将来俺パンチパンダの昔の動画に出てるんだぜほらみたいな、そんななんかね自慢できるようなそういう存在になれればなって本当に思います。だからまあこれからも一生懸命頑張っていきたいなと思います。最後に、いつまで YouTube を続けたいですか。パンチパンダの全てを出し切るまで頑張っていきたいなって思ってます。そしてまた次の動画でお会いしましょう。もしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。パンチパンダでした。じゃあね。